ご一緒したい宮古島での写真公開で反響。グラビアアイドルの白川愛理が19日に自身の公式 X 旧 Twitter アカウントを更新し、宮古島で撮影した写真を公開した。白川は2018年2月発売のイメージ DVD 美少女伝説でデビュー。マシュマロボディと100センチメートルバストで人気を集め、2021年8月に事務所を退所し、フリーで活動を継続すると発表。今年7月には事務所所属に伴い芸名を井川愛理から白川愛理に改名することを報告した。白川のアカウントでは宮古島で撮影された旅の一コマを投稿。迫力バストの水着姿から背中が大胆に開いたワンピース、爽やかなゴルフウェア、彼女感のある目線ショットまで宮古島を満喫している様子が切り取られている。またインスタグラムのアカウントでも同様の写真を公開。 X よりも多く写真が投稿されており、白川をより身近に感じられる写真に注目だ。この投稿にファンからは、白川さんと旅行したい、魅力的、肌めっちゃ白い、すごい谷間美人、島ゴルフ爽快感やばそう、ご一緒したいですと SNS に絶賛のコメントが寄せられている。6日に京セラドーム大阪で行われたキャンセイコレクション2023オータム&ウィンターでは、熊田曜子、西本ひかると共にランウェイに出演し、大胆なビキニ姿を披露し、歓声を浴びていた白川。今後の活躍にも期待が集まる。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。